里崎チャンネル。じゃあ、こんにちは。ご無沙汰です。はい。はい。外国人スカウト編成能力チェック。はい。後半戦です。はい。ちょっと期間来ましたね。ちょっと期間ね。はい、お正月日本一早い順位予想。はい。昨年のベストナイン、ビックリマンション、などなど、いろんな企画盛りだくさんでね、シーズン振り返りからね、そうそう、年末年始ね、はい、お伝えしまして、ちょっとね、この外国人スカウト、お休みしていきましたけど、はい、また今日から後半戦ついていきますから、皆さん、はい、ぜひお付き合いください、はい、さあ、ということで、今日は中日ドラゴンズ、はい、はい、じゃあ早速いきましょう、はい、行きましょう、はい、中日、99年、ゴベス、97年から2002年まで、はい、G2AA です。おー、いいですね。ゴメスはすごかったよ、うん、俺も今プロスピで持ってるけど、はい、このような傘立てて打ち方でね。であと、リージョンボム、B です。韓国のイチローって言われてて、へー、あの WBC の時めっちゃ苦しめられて、第1回 WBC ベストナインだからね。へー。で息子が今あのスーパースター、韓国でまた。あ、そうなんですか。すごい親子2代でね。へー。で、ソリアーノ、あ、リリアーノか、リリアーノ無印、でピッチャー、ソンドンヨル、96年が 99S です、はいはい、でサムソン・リー、D、おー、でロ、一軍未出場、はい、でこのリージョンボム、ソンドンヨル、サムソン・リーのね、このアジア旋風、はい、すごいですよね。そうですね。ソンドンヨルだって代表監督だからね、うん、抑えの守護神、スーパースターよ。99年すごいですね。入った人みんな活躍してるじゃないですか、うん、すごい、うん、でその後、はい、2000年ディンゴ野手、無印、はい、これあれだよ、オーストラリア出身のね、多分キャッチャーもやってて、うん、へー。でピッチャーバンチ S、 おー、ソン、ソー、ソン、ソー、ソー無印、はい、でカールソン、うん、無印、ギャラ、ギャラード S2、 うん、ギャラードもそう。ここら辺すごいね。はい。いやだから多分ゴメスとかがいるから、そうそう、取る必要ないよ。ないだってゴメス、リージョンボンもいるから、うん、取る必要ないよですね。2001年アンロー、ティモンズ、無印、うん、はい、でそして、リナです、無印、これキューバの司法、うーん、スーパースター、キューバの。でも無印なんですね、日本ではね、はい、金属だからキューバ、この時社会人は。あ、そうなの、うん、無印、はい、ブレッド、無印、うん、ピッチャーバルガス、バルガス、無印、うん、で2003年クルーズ、無印、はい、そしてミラー、無印、来日せず契約解除何が起きたいんだってミラもう来日せずっての何してんやってね。で、あの、はい、アレックス・オチョア、アレックスだね、BB、ピッチャー、バルデス、うん、DD、おー、DD もすごいけどね。まあ、出てますね。出てるって。かなり投げてますね。うん、2004年、チェンウェイン、はい、S、ロッテに。ああ、そうだ。阪神、うん、今年から、はい、阪神。で、チェンウェイン、グスマン、ドミンゴ、C。はい、で2005年タイノウッズ S2、 おー、だからこれ横浜から、うん、横滑り、そうですね、うん、あ、そうか、横浜から何人も横滑りしたんですね、うん、あの、中日から横滑りしたのが、外とか。あ、そうだそうだそうだ、はい、役だ役だ、うん、でベロは、うん、無印、でピッチャーマルティネス、ブラウン、無印、はい、2006年ガルバ、はい、無印、2007年ピッチャーラミレス、バレンタイン、グランセスキー、クルス、全員無印、はい、でもチェンウェインいるから、はい、問題ない、もう全然。でバッターが、あ、これイ・ビョンギュ、イ・ビョンギュ、イ・ビョンギュ CC、はい、だから韓国も結構来るね、うん、アジア勢もいいですね、うん、しかも結構いい形で活躍するからね、アジア勢も本当に。で2008年デラロサ、無印、ネルソン、 B で、ブランコ、お、 S2G2、 おお、でパヤの D、 で10年セサル、はい、無印、バルデス、無印、11年カラスコ、グスマン、ソト、無印、で12年ディアス、無印、ソーサ A、 だこのソト、ソーサ、ブランコが横浜に行っちゃうんだよね。なるほど。3人、うんうん、で13年ルナ GA、はい、ルナいたね、サードいい選手だった、クラーク B、 バーゲセン、マドリガル、マドリガル D、うん、マドリガルだって、風のマドリガルみたいな。何ですかそれ。歌。歌。歌？知らない。知らない。知らないです。風のマドリガル。はい。南野陽子さんの。へえ。生まれたいか分かんないね。すいません、存じ上げませんでした。で、あと14年エルナンデス、うん、C、でゴメス、はい、無印、
15年何板、無印。ちょっとピッチャーここから無印ゾーン入ります。本当だ。いきます。はい、一気にいきます、はい。バルデス、ネーラ、ディーバス、ペレス、ジョーダン、ハイメ、セプティモ、無印。ここまで一気に無印ですね。はい、15年からだいたい16年入団。うん、17年、うん、そうだね、うん。無印です。はい。で、その代わり、16年、ビシエドきます。おー。S2G2。はい。まだいますからね。うんうん。ゲレーロ。ゲレーロ。S。これアリエル・マルティネス。あ、違うの。あ、これアリエル・マルティネス。18年。育成できてね。で試合会に今年になったんで。はい。そうだそうだ。で、アルモンテ。はい。で、20年、シエラ。無印。で、ピッチャーは、17年、マルティネス、はい、ライデル・マルティネス、うん、A、はい、今年守護神の、うん、でエルビス・アラウソ、無印、うん、ロンドン、無印。これロンドンから来たんですか、ね、なわけないじゃんイギリス野球やってないからそうか。ガルシア、18年、B、G、無印、ロドリゲス、S、タイトルホルダー、はい、もう帰っちゃったけどね、うん、メジャーに。ロメロ、無印のロドリゲス・ゴンサレス、無印、ゴンサレスだ。これ難しいよ。ゴンサレスか、これ難しい。ゴンサレス、ちょっと待ってね、はい、今から集計入ります、はい、ちょっと待ってください。集計っていうかちょっと気になったところがあって、はい、ビシエドが16年、ビシエド、うん、S2G3 です。おー、で全体的に中日つどつどいるね、うん、だからゴメスね、はい、いや打者を、うん、でレギュラー張って2002年まで、うん、でその後にアレックス、センター、うん、はい、でレギュラー来て、でタイムを打つ、うん、でブランコ、ルナ、うん、ビシエド。すごくない？すごい。もう確実にレギュラー取りに行って活躍してる。うん、本当にこれ点数高そうですね。うん、めっちゃ高そう、うん、でしかもピッチャーも最初ね、うん、ソン・ドンヨル、はい、バンチ・ギャラードっていうところもいて、うん、でチェーン・ウェインの先発、これ頑張るからね、結構11年まで、はい、でメジャー行くじゃんね、うん、でその後操作とか中継ぎも補強しながら、うん、ライデル・マルチネス、ロドリス中継ぎ、ね、うん、でガルシア、はい、これ阪神行っちゃったけどね。だから常々いるね、うん、結構ビッグ選手がちゃんといる、うん、だから多分ね、日本人選手が熱くて外国人補強してる時が強いのね、ずっと、はい、でここで谷繁さんとか森野、岩瀬さん、荒木とかピッチャーでもね、うん、謙信さんとか岩瀬さんとか、はい、で浅尾が怪我したりとか、うん、っていうところで一気に抜けて、うん、日本人がやっぱ伴わないから、この8年ぶりに A クラス、今年だから12年ぐらいから、はい、そのまあルーナーとかね、うん、だからビシエドがやっと来たけど、だからここら辺がね、A クラスいけてないところだね、はい。さあ、じゃあ点数ですね。でも高いんじゃない？うん、高そうです。S ついてる選手がこれでいるっていうのは結構高いですよ、ね、しかもうまいね、うん、でだから取ってないもんね、いらないから、はい、ゴメス取ってない、うん、でタイロー・ウッズ来ても取ってなくて、いなくなってブランコ、だからそのだから最近の投手事情が苦しいのが15年からだね。そうです、15年から外国人ピッチャーめっちゃ取ってる。ちょっと無印ばっかりですもんね、うん、その他はちょっとずつしか取ってない、うん、外国人いないから、うん、これあれだね、そのチームの苦しいポジションが出ると怒涛に取るね、はい、めちゃくちゃ。でも怒涛に取っても当たらないってことが結構多いですね、うん、それがね、能力よ。そうです、スカウト能力。そう、うん、あとなんかね、カープのところでアカデミーだから数取ってるけど活躍しないっていう人たちいるんですけど、モイネロ育成できてるから、ね、確かに。だからね、安く取ってくるとか、うん、高く取ってくるの、うん、とこもあるけど、正直安くでも活躍する選手いるし、うん、だ関係ないよね、はい、アカデミー取ってくるとか、うん、でもいいと思ってるから取ってきてるわけでしょ、うん、モイネロ育成。そうですね、いや、それはもう見る目があったとしか言いようがないですよ ね、うん、さあということで、はい、集計が終わりました、はい、はい、こちらです。中日の総得点、はい、こちらです。じゃーじゃん、206点。おお、3位、1点足りない。1点足りない。横浜と阪神が207点、うん、ということは1点足りない。まあでも修正がね、うん、入るかも分かんない。これも入るかもしれない。まだ分かんないです。だから、うん、まだ分かんない。在籍平均年数は 2.07 年と最多です、はい、多いですね。多い、だから来たら長い。はい、みんな大体1点ね、7とか8とか。そうそうそうです、大体1点台がホームなんですけど、はい、で、72名、うん、
だからちょっと多いかな、まあ、でもあの平均が 2.07 ってことはいいですね、うん、そうだからこの15年からのピッチャー、うん、ここがねあちょっと無駄したかったちょっと、うん、まとまらなかったところが若干多めになったかなと、うん、でもやっぱりセリーグは200点超えてくるね超えます ねなんでパリーグ超えないんでしょうねこれからじゃないこっから来るかな、うん、はい明日お楽しみに、はい。